宝来インターチェンジは奈良県奈良市にある第二半那道路のハーフインターチェンジ。第二半那有料道路の終点であるとともに奈良市の高速道路の玄関口でもある。第二半那有料道路が開通するまで奈良市の最寄りの IC は山和郡山市にある西名阪自動車道の郡山インターチェンジであった。ここから奈良市街へは国道308号。 奈良県道1号奈良井駒線を利用するが、奈良市内は東西の道路が貧弱なので渋滞しやすい。このため、現在、宝来 IC から国道24号2条大路南一丁目方面まで大宮道路が開通した。また、東行きは180度のヘアピンカーブがあり、出口付近は両側から交通量の多い半田道路と合流となる。すぐ先に、 ハンナ放来交差点があるため、渋滞が頻発しやすく接触や、追突事故がたびたび生じており十分な注意をする必要がある。しかし、西行きはここを境にして、交通量が2分されるため、この先は、どちらの道路ともかなり走行しやすくなる。大宮道路の高架道路から、放来 IC へは流入できないため、注意を要する。ありがとうございます。